ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、魔理沙、よく昨日の夜中に私が寝ぼけながら送った怪文書解読できたね。法則さえわかればあれくらい余裕だ。暗号ネタが聞きたい。お前が必死に睡魔に抗いながら送ってきたリクエストに応えるため、当然バッチリネタを用意してきたぜ。というわけで今回は近年解明された謎の暗号6選を寝不足の私を添えてお届けするぞ。それでは早速、ゆっくりしていってね。1、暗号から見える歴史の空白？メアリー女王の書簡。トップバッターはメアリー女王の書簡だぜ。2023年2月、イギリス史上最も論争の的となってきた人物の一人であるメアリー・スチュアートが残した暗号の書簡が、パリの国立図書館から発見され、その内容が解読されたとのニュースが入ったんだ。メアリー・スチュアートは1542年から1567年にかけてスコットランド女王に在位した人物で、多くの創作物のモチーフにもなってるんだぜ。おお、どっかでこのお顔見たことあるわ。彼女は生後わずか6日でスコットランド女王に即位し、15歳になると婚約者のフランス国王即位を受けて、スコットランド女王にしてフランス王妃という凄まじい地位を手にしたぜ。ただ彼女は血筋と運の悪さから壮絶な人生を歩むこととなったんだ。赤ちゃんの時にすでに女王。これ勝ち組コースじゃないの。実は祖母が元イングランド王であるヘンリー8世の姉だったために、メアリーはイングランドの正当な王位継承権も有していたんだよ。当時イングランド女王に即位していたのはエリザベス1世だったんだが、彼女は母親が罪人とされたために諸子に降格されていたんだ。これにより元フランス国王や貴族はメアリーこそ正当な継承者だと主張し始め、メアリーもまたそれに同意したぜ。そんなに玉座かき集めたいかな？メアリーがイングランド女王の座も手にできれば、フランス、スコットランドは国力を圧倒的に上げることができるからな。逆にイングランドからすればその事態は避けたいし、エリザベス1世からすれば、ただでさえ不安定な情勢の中で自身の立場を揺らがせてくるメアリーなんて目の敵でしかなかったことだろう。汚い思惑で渦巻いとる。さらにこの王位継承をめぐった各所の思惑が渦巻くさなか16歳で夫が病死し、失意の中でよからぬ恋に身を投じた彼女は国民や臣下からの信用を失い反乱を起こされ幽閉されることとなったぜ。当初は幽閉といっても宿敵だったエリザベス1世の保護下でかなり自由に近い生活はしていたんだが、何度もエリザベス妃の陰謀に加担したために最終的には処刑されたんだ。そんな、そこはおとなしくしといてほしかった。さてそんなメアリーが幽閉期間中の1578年から1584年に、フランスの駐イングランド大使に宛てたのが今回の書簡だぜ。もともとこの時代のメアリーの書簡は実在こそ信じられていたもののありかは長年謎だったため、今回の発見と解読のニュースはかなり注目されていたんだ。その事前情報だけでワクワクだよ。書簡はすべて複雑な暗号で記されており、解読にはフランス、ドイツ、日本の解読者3人が参加したぜ。書簡が全部で57通、合計で5万語にも上る膨大な量だったこともあり、解読には計10年もの月日が費やされたんだ。10年？これはとんでもない情報が出てくるんじゃ。それが、内容は書簡ごとに異なっていたが、ざっくり言うと幽閉生活と体調不良への不満やエリザベス1世との解放交渉が誠実に行われてないとの嘆き、エリザベス1世のお気に入りである伯爵への嫌悪感などありとあらゆる愚痴を綴っていたようだぜ。難解な暗号で伝えるのがそれ？拍子抜けする内容ではあるが、むしろこの内容は賢明だとも言えるぜ。何度も言うように当時の彼女は自由寄りではあるものの敵対していた人物の下で幽閉されていたわけだからな。さらに今回の書簡がイングランドから発見されていることからも、当時彼女が秘密裏に駐イングランド大使を通じて祖国とつながり、よからぬことをしていた事実はイングランド政府にバレていた可能性が高いぜ。下手にエリザベス妃の計画なんかを綴っていたら、彼女の死期はもっと早まっていたはずだ。確かに、愚痴一覧でよかったかも。それに歴史学者からすれば、愚痴でも彼女の書簡が発見、解読されただけで万々歳だしな。これまで彼女の幽閉期間についてはあまり情報が出てきておらず、簡単な事実以外は想像で補われていたんだよ。そのため当時の彼女の様子を垣間見れるこの書簡は、歴史学者にとっては喉から手が出るほど待ち望んだ存在なんだぜ。歴史学者さんよ、誰だらだらだろうね。間違いないな。今回の解読内容は多くの情報をもたらしてくれるだろうし、メアリーをテーマとした歴史研究はかなりの進展を見せる可能性もあるぜ。また今回の結果からイングランドには他にも書簡が存在する可能性があるとしてさらなる捜索も開始されているんだ。今後も似たような発見を期待できそうなだけに、歴史学者のワクワクはまだまだ止まらないはずだぜ。2、90年近く解読者の出なかった暗号？カオサイファー。お次はカオサイファーを紹介するぜ。
カオサイファーとは1918年にジョン・フランシス・バーンという人物によって考案された暗号だ。はい、聞いたことないかも。それもそのはずだ。この暗号は解読不能として発案者が40年間アメリカ政府機関への売り込みを続けたものの、採用されることはなかったからな。一応1953年には自伝への記載という形で暗号が世界に公開されたが、ごく一部の暗号好きしかカオサイファーの存在を知らなかったんだ。40年もアタックして振られてるのきつすぎるね。ただこの暗号が解読不能だという考案者の確信は当たっていてな。考案者が暗号解読者には賞金を出すと明言していたこともあり、公開以降は暗号解読の研究者含む何人もの人が解読に挑戦したんだ。しかし自伝発売から50年経っても、解読に成功する者は現れなかったぜ。超優秀な暗号じゃん。なんなら発案者は暗号作成時に簡単な機械を使ったこと、その機械はハガキの箱に収められるほど小さいことなんかもヒントとして出していたからな。それでもなお誰一人としてこの暗号を解読することはできなかったぜ。これ採用しといた方が良かったんじゃない？そうして月日は経ち暗号が発案されてから90年以上が経った2010年、発案者の義理の娘がカオサイファーに関連する論文等を国立暗号博物館に寄贈したことにより、とうとう難攻不落の暗号の解読方式が明らかとなったぜ。おお、発案者の答え合わせまで正解者いないとか強すぎるって。この論文類によれば、興味深いことにカオサイファーは、左右に配置されたたった2枚のディスクによって生み出されていたんだぜ。このディスクにはアルファベット全文字が入れ替え可能な状態で付けられており、互いが歯車のように噛み合って一方の回転でもう一方も回転するようになっていたぜ。いや想像の数倍チープだった。手順としてはまず左右のディスクのアルファベット配列を決定し、暗号前の文章の文字に対応する暗号文字を決定する。その後左右のディスクのアルファベットを一定の規則に基づいて入れ替えて次の文字の暗号化に移る、といった感じだ。正直手順はそう難解でもないんだが、いかんせんステップが多いためにここでは割愛させてもらうぜ。はい、配列と規則性を知ってれば誰でも解読できそうだね。そうだな。ただ裏を返せばそのどちらか、とりわけ配列を知らなければ暗号文から解読を行うことはほぼ不可能ということだ。実際答え合わせの後に何人かの研究者が実験を行ったが、今のところ配列を知らない場合に人力でできる解読方法は、元の文章にありそうなキーワードを推測してアルファベット配列を予測する程度の、精密さに欠けるものしかないようだぜ。何その途方もない方法？解読できる気がしないって。一応暗号文しかわからない場合でも解読文を探す方法がありはするんだが、これはコンピューターなどを用いなければできない解読法とのことだ。たった2枚のディスクと構成は多いが、さして難解でもない手順を用いるだけで、ここまで難解な暗号を生成できるとは驚きだぜ。発案者さん天才すぎるよ。まあ今となっては公に採用された場合に、この暗号が敵からの容赦ない分析に耐えきれるだけの暗号だったのかは定かではないが、かなり優秀で解読不能な暗号であることは間違いなかったな。今ではこの暗号に関する論文がネット上でも見れるようになっているから、気になる人はぜひ調べてみてくれ。3、ネット民の頭脳で20年来の謎解読？おばあちゃんの暗号。お次はおばあちゃんの暗号を紹介するぜ。2014年に海外のネットフォーラムにて、亡くなった祖母が残した暗号を解いてほしいという文章とともにこの画像が投稿されたんだ。投稿者によれば暗号作成者である祖母は1996年に癌でこの世を去ったそうなんだが、彼女が死の2週間ほど前からこの暗号を書き残していたそうだぜ。うわぁ、これは解読してあげたいよ。しかし見てわかる通り、おばあちゃんの残したカードは、膨大な量のアルファベットを書き綴った極めて難解なものでな。投稿者ら家族も彼女の死後20年ほど解読に挑戦し続けたものの答えが出ず、とうとうネットに助けを求めたんだ。20年、それはネット民でも苦戦するかも。この画像に加えて投稿者は祖父にも内容は理解できなかったこと、有名な暗号解読方法を試したが答えは出なかったこと、暗号文に Z、X、Q は登場せず Y は最後の行にだけ書かれていることなどを添えて解読を依頼したぜ。また投稿者は文字列の中に区切りのようなものが見えることから、可視か何かではないかとも付け加えていたんだ。ふむむむ、ダメだ、私には解読できる気がしない。正直添付情報があっても、我々にはさっぱり解読できそうにない暗号だよな。しかしネット民は謎の分野で実力と賢さを発揮することに長けた人々だ。なんと投稿からわずか12分で解読につながる有力なコメントが投稿されたんだよ。どんなコメントしてきたの？内容は、おばあさんは信心深い人でしたか。一番最後に出てくる AA の文字はアーメン、アーメン、アーメンの頭文字のように見えます。そうすると、GYAGF は Thank you Almighty God for、全能なる神よ、感謝します、となるでしょうか。
なので、一番最後の一節は Thank you Almighty God for everything, Amen. Thank you Almighty God for everything, Amen, Amen, Amen. すべてに感謝します、全能なる神よ、Amen. すべてに感謝します、全能なる神よ、Amen, Amen, Amen, となると思います。というものだったぜ。要はこの暗号は聖書等の引用ではないかとするコメントだな。いや天才すぎない？12分でこれにたどり着くの？これに対し投稿者は、祖母が信心深いかはわからないが、確かに我が家はルター派で話は一致する。20年の謎がたった14分で解決されるなんて、と驚きを隠せずにいたぜ。これを皮切りに多くの人が文章を解読し始め、暗号がキリスト教の代表的な祈祷文である主の祈り等を元にした文章である可能性が高いことが判明したんだ。すごー、これ解読したネット民天才すぎるって。こうして数日のうちに何の意味も持たない文字列だったこの暗号は、ほぼ完全に解読され信心深い祈祷の文章へと姿を変えたぜ。ただ文章の性質的に個人的な情報や家族の情報が含まれている可能性が高いこともあり、全文を解読することはできなかったがな。いやそれでも十分すぎるよ。20年間家族を悩ませた暗号のうち半分以上は解読されたしな。死の間際にこれを綴ったおばあちゃんの心情を思うと少し胸が苦しくなるが、彼女の遺書とも言えるこの暗号を謎のままにせずに済んだのは幸いだったぜ。家族も大事な遺品として保管できるしね。ああ、一般人のおばあちゃんが残した謎の暗号は、投稿者家族がどうしても解読したいと思うほどにおばあちゃんを大切に思っていたことや、ネット民の温かさを感じさせるなんともほっこりしたものだったぜ。きっとこれを書いたおばあちゃんも、天国で笑っているだろうな。4、殺人犯が残した暗号を攻略？340暗号文。お次は340暗号文を紹介するぜ。340暗号文は1968年から1974年にかけて、アメリカのカリフォルニア州で起きた未解決殺人事件であるゾディアック事件の犯人が残した暗号だ。340の記号からなる暗号文だったために、340暗号文と呼ばれるようになったぜ。前に別の動画で紹介したやつね。その通りだ。ゾディアック事件では若いカップルを中心とし少なくとも5人が殺害された上、犯人がシンボルマークを添えた暗号の手紙を何通もマスコミや警察に送りつけていたこともあり、世界的に有名な事件となったぜ。340暗号も犯人が送りつけた手紙の一つなんだが、他の手紙と比べて暗号がはるかに複雑だったために長らく未解読のままとなっていたんだ。犯罪しといて暗号を送ってくるとか胸クソ悪くて仕方ないわ。しかも犯人は明らかにお遊びで手紙を送ってきてた上、この暗号に関しては悪意を感じるほどに難易度を上げていたから立ちが悪いぜ。そもそも犯人が送ってきた手紙はどれも自分語りの塊で、この暗号の前には、解読すれば身元がわかる、と煽りつつも実際の内容は、自分は人殺しが好き、身元は明かさない、だというふざけた手紙を送ってきてたんだ。この時点でぶん殴りたいんですが、こうした経緯もあり、340暗号文も同様の内容である可能性が非常に高いと警察も理解していたぜ。しかし事件解決につながる内容の可能性もゼロではない以上、警察はこれを無視はできないからな。そんな中で突然難易度の上がった暗号を出してくるなんて、警察への嫌がらせと自己顕示欲の表れにしか思えないぜ。はぁ、何回聞いてもこいつ嫌いだわ。さてそんな340暗号なんだが、実は2020年に数学者、プログラマー、ウェブデザイナーの3人で構成されたアマチュア解読チームの手によって解読されているんだ。彼らは自分たちでソフトを開発した上で、何ヶ月もの時間をかけ FBI すらお手上げだった暗号を見事解読してみせたぜ。スーパー民間人来たー。その3人によると340暗号文にはスペルミスの目立つ文章で、私の操作を楽しんでくれているだろうか。テレビで私について語る人物は私ではない。ガス室は怖くない。私を早く天国へ送ってくれるから。今や自分に使える奴隷も十分いる。他の連中が天国へ行っても何もありはしない。だから死を恐れる。私は恐れない。天国の死における私の新しい人生は安楽なものだろう。と記されていたそうだぜ。やっぱり自分語りじゃない？予想通りだな。実はこの暗号文が送られてくる前、犯人と名乗る人物がとある番組に電話出演し、ガス室には行きたくない、と語った騒動があったんだ。この手紙ではその出演者が自分ではないこと、自分は人とは違う考えを持ってるから死を恐れないことを世間に見せびらかしたかったんだろうな。ここまで予想通りすぎるとがっかりしてくるわ。また蓋を開けてみると解読方法は手順が多いものの、やること自体はそう難しくもなかったようでな。簡単に言うと全ての記号をアルファベットに置き換えた上で暗号文を9行、9行、2行の3段落に分け、下に1つ、右に2つ進むルールで、判明した5を特定の位置にロックしながら対角線方向に読むと解けるというものだったぜ。いや難しくはないけどめんどくさ。
犯人の性格がにじみ出てるな。結局この暗号からは事件解決の糸口は見つけられなかったが、51年にわたる謎を解明したという功績は素晴らしいぜ。それに340暗号群を謎めいた存在ではなくただの不愉快な文章として扱えるようになったことで、犯人をこれ以上喜ばせずに済むというのも大きな成果だな。間違いないよ。世界中の人々がこの事件を忌むべきものとして追い続け、今回の暗号のように答えを見つけ出していってるんだ。もはや犯人の正体以外に謎がほとんどなくなってきた今、一刻も早く事件の真相も解決され、事件被害者とその家族に少しでも安寧がもたらされることを祈るばかりだぜ。5、解読結果が悪魔的だった謎の手紙？悪魔の手紙。お次は悪魔の手紙を紹介するぜ。この手紙は1676年、イタリアのシチリア州にてシスターをしていた、マリア・クロシーフィッサ・デッラ・コンチェチオーネという女性が書いたものだ。シスターと悪魔って相反する存在じゃない？記録によれば彼女はある朝、手がインクまみれになった状態で目を覚ましたんだそうだ。そして机の上にはこの謎の手紙が置かれていたんだが、彼女に手紙を書いた記憶はなかったそうだぜ。さらに手紙に綴られていた内容はアルファベットやルーン文字、ギリシア文字などをごちゃ混ぜにしたようなもので、彼女を含む誰一人として解読することはできなかったんだ。おお、まさしく謎の暗号じゃん。ここから彼女はこの手紙を、自分に用意した悪魔が書いたものだ、と考えるようになり、手紙の存在を申告して記録にも残すことにしたんだ。ちなみにこの手紙は現存しており、解読はできていなかったものの今も大切に保管されているぜ。実物見てみたい。さてそんな悪魔の手紙なんだが、実は2018年にイタリア科学博物館の研究チームが解読に成功したんだ。なんと彼らはダークウェブにあった暗号解読ソフトウェアを使って解読を行ったそうだぜ。悪魔の手紙に対抗するために闇ルートからアイテム引っ張ってくんの天才すぎる。なんでもこのソフトウェアを情報機関が暗号解読のために利用していることを知り、研究チームも入手したそうだぜ。彼らはこのソフトに古代ギリシア語、アラビア語、古代北欧アルファベットとラテン語を学習させ手紙を解読させたところ、なんとあっさり答えが出たんだ。300年以上の謎ちょろ。そして解読された文章を読んでみたところ、この手紙はまさしく悪魔の手紙であることが判明したぜ。というのも手紙に書かれていたのは、神、キリスト、聖霊は重荷である、神は死ぬ運命にある人間を解放できる。このシステムは誰のためにも機能しない、神は人間が作った、という、キリスト教や神の存在を否定する内容だったんだよ。シスターがそれ言っちゃまずくない？最初の文章に関してはドストレートにキリスト教批判してるし、神は人間が作った、に関しては信者から殴られるレベルの言葉だしな。確かに悪魔が書かせたものだと言われた方が納得できる内容ではあるぜ。悪魔の手紙は本物だったんだよ。ただ研究チームは悪魔に憑依されたというシスターの主張は信じておらず、おそらく彼女は統合失調症等の精神疾患に苦しんでいたのではないかと推測しているんだ。理由としては文章の一貫性のなさや、悪魔の憑依という精神疾患から来る幻聴や幻覚の症状を感じさせる主張があったことが挙げられていたな。はい、その可能性は盲点だったわ。あるいは過度の鬱憤やストレスが溜まった結果、衝動的に書いたとする考えもあるぜ。まあ暗号化してるあたり内容を他人に見られてはいけないという判断はできていたようだし、使われた言語が人間のものであることも合わせて考えれば、意識の有無はさておき彼女が書いたものであることは間違いないだろうな。彼女の中の悪魔が書いた手紙だったのかもね。それはあるな。それにしても300年以上解読不能とされた暗号文があっさり解明されるなんて、現代技術の発展をしみじみ感じてしまうぜ。このまま技術が発展し続けたら、いつかこの世から謎なんてものはなくなってしまうかもしれないな。6、技術の進歩が難解暗号に大勝利？エニグマ暗号。最後はエニグマ暗号を紹介するぜ。エニグマ暗号とは、第二次世界大戦中にナチスドイツが用いた、エニグマ暗号機と呼ばれるローター式暗号機によって作成された暗号のことだ。解読方法は1930年代にはすでに解明され解読機の開発も行われたんだが、暗号化の方法が特殊だったこともあり戦後もいくつかの文書は未解読のまま放置されていたぜ。解読方法はあるのに解読できなかったの？ああ。というのもエニグマはとにかく暗号のパターンが多かった上に、機械の設定を調整することで暗号配列や規則性を変えられるという特徴があったんだ。そのため暗号文が作成された時期ごとに解読に必要な設定を割り出す必要があり、基盤となる解読方法が判明していても全ての文章を解読することはできなかったんだよ。いやとんでもない暗号機作ったわね。まあ実は原理はそこまで難しくないんだけどな。まずエニグマには A から Z の字が刻印された回転ローターが2から4つ付けられているんだ。
この3つのモーターは1番目が何回転したら2番目が何メモリ分回る、2番目が何メモリ回転したら3番目は何メモリ分回る、といったように文字入力を受けた際の回転数が異なっているため、3番目のモーターからは最初に打った文字とは全く異なる文字が出力されるんだよ。はい、確かに簡単だけど複雑な暗号にできそうね。この時点でエニグマが持つ暗号パターンは約17500通りにもなるぜ。さらにこの方法だと、どのローターの上部にどの文字が位置しているかによって出力される暗号パターンが全く変わってくるんだ。そのためナチスはこの文字の位置を定期的に変えることで出力暗号の規則性を変更していたぜ。こうした設定なども合わせて考えると、エニグマは1系にも上る暗号パターンを持ち合わせていたとされているぜ。1系？さすがにこれは解読するの無理ゲーだわ。そのためエニグマ暗号で綴られた文書のいくらかは、戦争終了後も未解読のまま放置されていたぜ。ところが2006年にとある分散コンピューティングプロジェクトが、そんな難解な暗号を3つも解読することに成功したと発表したんだよ。技術の進歩でぶん殴ってきたね。しかも今回解明されたのは暗号ローターが4つも存在する暗号機で作られた、トップクラスに難解なエニグマ暗号だったんだ。これは1942年に傍受されて以降誰一人として解読に成功せずもはや解読は不可能だと言われた暗号だったが、今回のプロジェクトではそのうちの一つをわずか1ヶ月半ほどで解読することに成功したぜ。いや、たった1ヶ月半で、現代コンピューター様々すぎる。人間では途方もない時間がかかる作業も、分散コンピューティングであればハイスピードかつミスなく行うことができるからな。今回の解読作業でもそうした利点を活かし、4ローター式エニグマに考えられる全ての設定を総当たりでテストしたそうだぜ。パワーでねじ伏せとるやんけ。やはり力は全てを解決するな。プロジェクトメンバーによれば、解読できた暗号文には、攻撃中緊急潜水、対戦爆弾、最終敵10830時、対防神9863、方向220度、速度8ノット。敵追跡中、気圧計14mbar低下、風向北北西、風力4、視界10、帰り、といった内容が綴られていたそうだぜ。うわぁ、当時の無線通信を盗み聞いてる気分だよ。これまで謎の暗号として眠っていた文書は、人類が忘れてはいけない歴史の1ページを鮮明に刻んだものだったな。また今回の解読がニュースになったことでプロジェクトへの参加者も激増したようだし、今後もエニグマ暗号の解読は進んでいくはずだ。まだ見ぬ歴史や戦争の生々しさを刻んでるであろう謎めいた暗号。いつか全てが解読され、当時の人々の思いに触れられることを願うばかりだぜ。というわけで今回は近年解明された謎の暗号を6選紹介したぜ。謎の暗号が解読されたって事実だけで最高なのに、内容も興味深いものが多くて感動したよ。喜んでもらえてよかったぜ。現代技術や人々の熱量が長い年月をかけて難解な暗号を解読する。なんともロマンとワクワクを感じる話だな。世界中にはまだまだ未解読の暗号が存在するが、いつかそれらも解読されるかもしれないと思うと今から胸が高鳴るぜ。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。